の投球に恐れをなしたようだ。一概には言えない。投球の数値は様々な状況、相性、条件により変化する。で、ゴーセラもこれ知ってるのか。搭載済みだ。は？搭載？魔力1300、武力500、気力1300、投球3100。残飯帳、魔力0、武力25、気力5。あらら、ゴーセル、てめえ、インド派の分際で俺の投球を上回るとは誤釈ね。残飯帳の投球30を下回る方が逆に難しい。3000だ。なになに、何の話？はあ、ディアンヌ、お前まで。魔力900、武力1870、気力480、投球3250。どうなってんの。驚くことはない。俺たち団員全員が投球3000を超えている。ってことはマーリンも。魔力3540、武力70、気力1100、投球4710。バカな、俺の投球3000を超えるだろ。何受けてんだよ、グリアモール。昔ギルとハウザーがいたずらをすると、俺までいつも巻き込まれて、ザラトラスおじさんや父さんに叱られたな。ワンパク3人組呼ばわりされて。ああ、あったあった。意義ありだ。俺がお前らに巻き込まれていたんだ。そんでよ、叱られてばっかの俺たちをヘンドリクセンがよくかばってくれたっけ。俺たちも探してみねえか、真実ってやつをよ。でもどうやって。
ドレファス聖騎士長の部屋に行ってみよう。栄光の狭間より忘却の彼方より無限の眠りより消えよ無垢なる呪い。団長、王様の予言分かった？さてさてさて、分かってることはキャメロットで何かでかいことが起きるかもってことと、新たな予兆は10体の影。待たせたな。ううん、もう用事は済んだ。ああ、珍しい組み合わせだな。
王国を追われたあの日、俺から奪ったものを返してもらうぜ。先日の強大な波動と関連があるんだな。あれは魔人族の封印が解ける前兆だ。ヘンドリクセンはまだ生きていたわけか。それは大した問題じゃねえ。問題なのは復活した奴らが最悪ってことさ。実戒だ。すまない、つい興奮してしまったようだ。まさか魔人王直属の精鋭部隊が。さて団長殿、本題に入ろう。しっかりしろ。落ちてるものを何でも食うからこうなるんだ。何を食べた？外に捨ててあった小瓶の中身だ。僕でございます。ゴーセルに与えた魔力安定薬か。これはまずいことになったぞ団長殿。私の家族はこの人だけです。ゴーセル、まさか。Thank you.
は団長とバンに友情を学ぼうとしたが、先日の戦いの最中、それを超える感情を目の当たりにした。それは愛情だ。俺は友情よりも愛情を学習すべきと判断した。それには彼女が好都合だった。じゃあ君は魔人化しそうになったギーラを助けるふりをして。助けたのは事実だ。魔人の血を暴走させる原因は他者への劣等感と弱い自分への怒り。それらの記憶を消去した後、俺の婚約者として弟子として幸福に育ち、彼女自身の力で聖騎士になれたと刷り込んだ。時間はかかったが完璧な処置だ。そんな理由があったって人の記憶を勝手にいじるなんていいわけない。以前のギーラの記憶は苦しみに満ちていた。それでも本物の記憶が幸せだとお前は言うのか。そうだよ。どんな辛い記憶でもギーラがチールと長い時間をかけてきた思い出はきっとかけがえのないものだよ。理解不能。俺とギーラの愛情には不必要な存在だ。違うかない。エリザベス、団長がマーリーを呼んできて。でもいいから早く。はい。俺の邪魔はさせない。もうやめてゴーセル。中心とした半径3マイル以内に存在する数値として気力400未満の全生物の思考を停止させた。記憶とは所詮ただの情報だ。作ることも消すこともたやすい。俺が知りたいのはその先にある感情なんだ。僕もキングとの大切な記憶を、理由はわからないけど忘れていたよ。僕はそんな自分が許せないけど、僕は取り戻した。それはきっと僕の心に深く刻まれていたから。大切な思いを消すことは誰にもできないんだ。火だらけだ。
怖いのか？魔力で王国中の人間を気絶させたんだ。大変です、ゴーセル様とディアンヌが。あそこか。悪気はなかった。ジールの記憶も元に戻しておいた。お姉ちゃん、ジール、お姉ちゃんを許して。私はあなたになんてひどい態度を。俺に悪気はなかった。すまなかった。俺に心があれば心から謝りたい。お前たちの記憶を操作したこと、愛情を知りたい衝動からお前を怪我したこと。いいえ、
私にはあなたを責める資格はありません。私は自分の心の弱さから取り返しのつかない過ちを犯してきたわ。そんな私を一時の偽りの記憶でもあなたは救おうとしてくれた。それに偽りの記憶とともに本物の記憶も見せてくれた。優しかった父、聖騎士デールの記憶を。ありがとう、父のこと覚えていてくれて。さよなら。振られた。アブソリュートキャンセル。ゴーセルにかけられた魔力は非常に強力でな、元の姿に戻っているのは一時的に過ぎ。元の姿に？だってその姿はどう見ても。そう、ゴーセルはかつて偉大なる術師により作られたドール。スレイダー、これから我らが主の任務に赴く間だけ預かっていてくれ。お姉様。団長、なんだろう、頭がぼんやりする。
私のためを思ってあんな言い方をしているのは。でもだからこそ力になりたいの。いつも私はあの方に助けられてばかりいたから。なら言葉ではなく行動で思いを示すべきですわ。行動？ええ、女は男の言葉に、男は女の行動にグッとくるものよ。私の持論だけどね。当初の予定を変更、直ちに王都キャメロットに向かうぞ。異常な魔力の動きが確認された。直ちにって、マリー一体。反応したか。マリンの仕業だ。事前に魔力防御壁で覆っておいて正解だったな。わお、街を丸ごとバリアで覆ってしまうなんて、さすがはお姉様ね。とはいえこの範囲をカバーする分防御は薄くなる。持ってあと2発か。
消えたな。嘘。対空魔力一斉掃射。カメロットに微塵の被害も出すな。敵団消失。みんなよくやった。ですが次は持ちません。はずがない。はっ。もう諦めたらどうだ。
奇跡か。違う、これはあの方の魔力。